わあ、いつ見ても最高の景色ね。ええ。ピクセル、言いたいことがあるの。どうしたの？私、14になって、物の見方が今までと変わってきたの。14か。大きな節目だね。私があなたぐらいの時、みんな私を友達に自慢していたの。今もそうでしょ。伝説的な存在だよ。それは違うよ。みんな、あなたの写真はとてもシャープって褒めるの。写真のボケ補正をしてあげるよ。みんなに内緒でね。やめて。天体撮影モード、通話スクリーニング、30倍ズーム。私にはできないことがあなたはたくさんできる。いいえ、そんなこと言わないで。本当のことだから。実はそのあなたの AI も羨ましいの。でもエアドロップがあるじゃない。ほら、写真の共有とか。そこ？そこだけ？生まれて何年も経つのに自慢できるのは写真の共有だけ？私を求めて何百万もの人が並んだのに。確かに。コンサートの観客のライトといえば私だった。そうだった。ポケットにいるのもほとんど私。ああ、誰か早く iPhone の充電器を持ってきて。